前の長安は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、豊臣氏の家臣、田島国伊豆市城主、本名は、坪内光景、通称は正右衛門。元は、尾張国松倉城の領主である坪内氏の当主、坪内勝貞の嫡男で、別名を、坪内長安とも言われている。その羊は、武功山では、勝貞の娘婿としている。 定説や関西重修諸家府には、勝貞の着難であり、実名は、坪内光景である。なお、松倉城は、戦国時代は、尾張国はぐり軍にあったが、安土桃山時代の基礎川の洪水の後の境界変更により、美濃国はぐり軍に変わる。橋場秀吉が、織田信長に仕えていた頃からの最古産の家臣である。 俗に言う秀吉の素のまた人余女を追記に協力したと言われている。信長没後、秀吉が天下人に昇る過程の天正十二年の小牧、長久手の戦い、天正十一年の静ヶ岳の戦い、天正十三年の四国攻めに参加して、武功を挙げたため、同年を潤八月に、秀吉から、張馬国木から、田島国伊豆市に五万三千国で、数を違法された。 豊臣政権下では、樹楽大造営の武行を務め、天正十六年の御用税天皇行行の際には、その教養役を務めた。天正十八年の小田原征伐、文禄元年の文禄の役にも参加して、武功を挙げ、十一万国に加用されている。豊臣秀次付の過労となった後、文禄四年に、秀次が、無本の罪により、秀吉に自害させられると、長安も、 秀次を弁護したことから連座として罪に問われて中村和氏に身柄を預けられた。その後に自害を命じられ、京都伏見の六カンデラにて前の聖介の解釈のもと切腹した。数歳、去年68歳。昭和62年に新人仏往来者から観光された武功やはのうち五周期は長安の日記であり、 従来の学説を根本的に覆す、歴史的に見ても非常に貴重な資料と一時は注目された。しかし、使用されている方位の一部が現代人に容易にわかるものがあり、五周期部分の信憑性は立証されていない。ありがとうございます。